ホームチャンネル。はい、今日紹介した一着はですね、こちらのアビレックスのライダースジャケットです。これ定価が多分8万円ぐらいしたと思うんですけども、かなりかっこよかったので買ってしまいました。このワッペンがですね、こんな感じで、なんかちょっとレトロな感じもしますよね。これ昔風というか、昔のライダースジャケットみたいな。よくバイクの昔のああいう SR 的なトライアンフとかですね、ああいうバイク持ってる外国人がこんなジャケット着てましたよね。感じで、この辺も革なんですよ。革ワッペン、この辺は刺繍ですけども、よく見るといろんなとこにこうワッペンが貼ってあります。革もすごく柔らかくて軽いです。ゴワゴワして重い感じではありません。で、後ろにもガツンとこうワッペンが入ってます。はい、バイク乗りに限らずですね、最近ではこういうライダースジャケット人気があるようで、これはシングルライダースっぽいダブルですね。アビレックス好きな方でですね、革ジャンを探されてる方はこういうのもかっこいいと思います。以上、アビレックスのライダースジャケットでした。